お疲れ様です。田中理恵さんと一緒に楽しくストレッチしましょう。よろしくお願いします。お願いします。最初は首を回す動きです。頑張りましょう。頭で大きな円を描くようにして首を回していきます。5回回したら反対回しもしていきましょう。しっかり前向きな気持ちでストレッチしていきましょうね。皆さん頑張りましょう。 You said you had to go away just to figure out who you are, and I'm in this empty house with your pictures on my wall, but I don't have you, I don't have us, at least not anymore.はい、次は背骨を伸ばしていきます。ゆっくり伸ばしましょう。まず手と手を組んで手を前にゆっくり伸ばしていきましょう。背中を左右揺らしながらゆっくり伸ばしていきます。呼吸を止めないで伸ばしていきましょう。 I guess we forgot about the way we could sit and talk all night.We just let the good times pass and got caught up in our fights. I say I don't mind, but that's a lie. Thought we'd work it out. I've tried to let you go. 次はキャット&カウの動きです。四つん這いになりましょう。 Doesn't matter anyway, cause it won't be your man. 息を吸いながら背中を反らして、ゆっくり吐きながら背中を丸めていきます。背骨一つ一つが動いているような感覚で行いましょう。呼吸もしっかり深くしてくださいね。はい、次はコブラです。自分のペースで行ってください。まず肩の横に手をついてお腹を反らしていきます。呼吸を止めないでゆっくりお腹を反らしていきましょう。難しい方はマリナさんのように手を少し前についてお腹を反っていきましょう。続いてカエル足のストレッチです。うつ伏せになりましょう。膝と足首を90度にして前後に動いていきます。肘と膝を支点に動くようなイメージです。股関節や内ももが伸びてることを感じてくださいね。次は腰をねじるストレッチです。まず足をクロスして腰をねじっていきます。この時に背中が丸くならないように背骨をまっすぐ立ててストレッチを行ってください。お疲れ様でした。次は反対側です。しっかり胸を開いて背中が丸まらないようにしていきましょう。お隣さんにも胸を見せつけちゃってください。みんな素敵よ。次は花輪のポーズです。楽しんでいきましょう。
足を大きく開いてお尻を下に落としていきます。股関節を開くイメージでゆっくりストレッチを行ってください。肘と膝で押し合いながらストレッチすると気持ちいいですよ。次は膝の上に膝を置いてストレッチしていきますよ。皆さん一緒に続けてくださいね。膝と膝を重ねるようにして座っていきます。この時お尻が浮かないように注意してくださいね。お尻や股関節のストレッチです。いけそうな方はリエさんのように前に倒れていってください。自分のペースで大丈夫ですよ。続いては反対です。頑張っていきましょう。反対側も同じようにお尻を伸ばしていきます。痛気持ちいいなーってところで体を伸ばしてください。あと少し頑張れのストレッチは片足開脚です。皆さん自分のペースでいきましょうね。片足を伸ばして脇腹をしっかり伸ばしていきます。この時呼吸が止まらないように注意してくださいね。体が硬くても柔らかくても皆さん素敵ですよ。しっかり呼吸しましょう。最後です。皆さんストレッチは最初硬くて大丈夫ですよ。毎日コツコツゆっくり自分のペースで続けてみてください。応援してます。Try to forget about you makes me restless.